そこの結び方簡単ですよとか早いですよって言ってるのですが、実際にじゃあどれくらいの時間かかるのかやってみたいと思いますので、ストップウォッチが出てきます。だいたい腰幅ぐらいの長さですね、うんうんうん、そのまま半分に折ります。穴風がいいレディーゴーは、それレディーゴーはい、ウメネの YouTube 動画始まりました。京都の染屋で修行した店長のいる呉服店にいるスタッフの山下です。長いなオープニング長いな。長いけどね、まあやっぱり言っておかなきゃいけないかなと思いました。ということで本日は新内登場スタッフ山下と天の声でスタッフ磯野でお送りさせていただきたいと思います。イエーイ。で今ご紹介いただきましたスタッフの山下です。今回は男性の角帯ですねの結び方を、ご説明したいと思います。よで今回の結び方なんですけれども、私たちが一番おすすめしている肩ばさみという結び方です。で肩ばさみという結び方は後ろが平面になっておりますので、例えばあの椅子とか座った時に引っかからないとか車の運転の時に邪魔にならない、結び方なので、ぜひ覚えていただきたいと思います。でよく僕らは男の結び方簡単ですよとか早いですよって言ってるのですが、実際にじゃあどれくらいの時間かかるのかやってみたいと思いますので、ストップウォッチが出てきますね、これを見ながら何分でできるのかなと思っていただければ嬉しいです。ではちょっと準備をいたします。ところで山下さん、はい、今回も顔は出さないんですか？一応あの天の声という形でさせていただいているので、やっぱりシークレットフェイスっていうことなんですね。シークレットフェイスでお店に来ていただければ。あー、出し惜しみするタイプ。そうですね、店長じゃない人がいるなと思ったら私と思っていただければ。あーはー、なるほどなるほど、わかりました、うん、実演始めていい？もう一個ねちょっと突っ込みたいの。はい、どうぞ。山下さん若干さ、はい、まずちょっとテンション低いよね。うん、もうちょっと高めて結んでいっていただけたら嬉しいなとスタッフ磯野は思っております。わかりました、磯野さんが進化したように私も進化していきますので交互期待、はい、まずどのぐらいの速さで結べるかっていうのをやってみるんですよね。そうですね、で今回解説なしです。ただ淡々と結んでいきますので、私用意スタートって言った方がいいの？ね、用意スタートかレディーゴーでもいいので。あ、ほんと穴風がいいレディーゴーは、それレディーゴーレッドイットゴー梅根呉服店、こういった感じでですね毎日楽しく営業させていただいております。はい、準備はいいですか？はい、よーいスタート。完成です。お、今のタイム44秒。お、1分いかなかったんだ。慣れてくるとね、皆さんこのぐらい1分かからずに簡単に男性の方を結んでいただけます。店長はあの赤い水星なんで、この3倍の速さで結べると思います。梅根のねシャアだからね。そうだね、シャアだからね、うん、山下さん、はい、結構高タイム出ましたね。出ましたね。まあ慣れていったらあのぐらい早く簡単に結んでいっていただけるっていう紹介やったんですけれども、はい、じゃあこれ今から実際にポイントとかこうやって結ぶんだよっていう締め方とかコツとかいろいろとちょっと教えていただきたいなと思うんですけれども。はい、わかりました。まあ初めてされる方とかですね、そういう方の場合、うんうん、僕はさっきちょっと手で押さえてやったんですけど、そういう形で腰紐ですね、腰紐で仮止めをしていただきたいと思います。でする場所、男性の帯結びは骨盤のところで結びます。なので骨盤のところ、この辺に多分グリグリ硬いところがあると思うんですけれども、こちらの腰紐をまず左の腰骨のところに当てまして、くるーっと後ろに回します。で後ろで1回キュッと締めていただいて前に持ってきます。ここで1回締めてくるっと回していただいて、
ちょっと絡める感じですね。腰ひもを絡める感じにしていただいて、すると両手が自由になるので、今からの帯結びが楽になってきます、うんうんうん、で実際に今から男性の帯結び方、肩バサミをしていきたいと思います。で注意点ね、3つ。1つ目は、男性の帯は先ほどちょっと言ったんですけれど、骨盤のところで締めます。帯がここの腰骨のグリグリのところですね、ちょうど真ん中になるようにしていただきたいのと、で2つ目は結ぶとき1周目ですね、1周目が大事です。1周目が緩んでいると2周目3周目どれだけ強く結んだとしてもちょっと緩くなってしまいますので、その辺を注意していただきたいと思います。で3つ目は後で言いますけれども、前下がり後ろ上がり後ほど説明いたします。では実際に結んでいきたいと思います。で結構ですね、帯結びするときうまくいかなくて、浴衣の時期なんかは汗かくんで、エアコンガンガン効いた部屋でしていただけたらなと思います。実際の結び方ですね、帯の柄を外に出したら、最初からこれぐらいの長さですね。それはだいたい30センチぐらいですか。30センチよりはあった方がいいですかね。そうですね、だいたい腰幅ぐらいの長さですね、うんうんうん、腰幅ぐらい。出したい柄を表に出して、そのまま半分に折ります、うん、一番こちらの半分に折った先端を、うん、左の先ほど言った骨盤の骨のグリグリのところに合わせます。それから前をずっと通っていって、このところでここで開いた形になります。そしたらここの右手でこのまま持っていって、その状態のまま右手をこっちの先に持っていって、うんうん、左手でこちら側を持っていきます。腰骨から腰骨は帯を半分に折って、うん、後ろに回すときには帯を開いていきます。徐々に開いていって回していきますね。この時回りながら巻いていくと巻きやすかったりしますか。もう回りながらやった方が巻きやすいですね、うんうんうん、どうしても手をこう回すよりも体回した方が、あ、そうですね、しやすいので最初はそれでいいと思います、うん、で前まで来て、こっちも開いてますよね、開いてる状態の時にさっき半分に折ったこれとこっちを持ったものをそれぞれこっち側にギューッと締めます。男性腰骨で締めてるので結構締めていても、きつくないので、かなり締めた状態でそのまま後ろを持っていって、うん、右手と左手で引き合いをしてしっかりを締めます、うん、で左手に渡して前に持っていきます。でこの時もなるべく鏡を見てですね、下を向かないように、ここが開かないように下を向かないでやっていただきます。今2周目終わりました、ね、3周目まで戻ってきた時にここが余ってしまいます。でこの長い部分を内側に入れていきますので、右手でピンと大体右の腰骨ぐらいですかね、長さで折り返していただいて、こっちずーっと引っ張ったまま左手で引っ張ったままですね、中に折り込んでいって、でキュッとします。で引っ張ったまま右手は前に引っ張ったままですね。そうですね。でこれ体型によりけりなんですけれども、細い方は結構長く内側までいきます。でちょっとふくよかな方はこれが短いかもしれませんが、最後まで引っ張ったまま入れてあげて、でこの状態ですね。そしたら左手で開いた部分を持っていただいて、でこの状態で一番最初に半分のところを出していただいて、ちょっとパタンと折っていきます。ここですね、折れてる状態で先端が15センチぐらいですかね、下のラインから15センチぐらい出てる状態にしていただいて、この半分に折ったものを開いたもので上からくるんであげて、ここに通します。だから上に通しますね。で半分に折ったやつを左下で、上にこっちの開いた部分を右上にしてギュッと締めてあげます。でこれ行き場がありませんので、ここ帯の一番内側と結び目の間、浴衣の間ですねに斜めに突っ込んであげて、
ぐっと締められます。でこの時鏡を見てたら、見ていただいて、まあ、こういうふうに形が綺麗になっているか確認します。ここ折ってあげてもいいの でこれでとりあえず結び目ができましたので、今から後ろに回していきます。その時は親指ですね、両方ゴミに突っ込んでいただいて、でその時ちょっとグッとお腹を引っ込めてもらって、ここですね、この結び目が背中のほぼ中心に来るように後ろに回っていきます。時計回りに回していってもらいます。回す時必ず時計回りに回してください。半時計回りに回してしまうとちょっと襟元崩れてしまうので開いてきちゃいますね。なので時計回りに帯を回すようにしてください。で後ろに回しましたら、先ほどの結び目の真ん中がまあだいたい背中の中心に来るような形になったら、この時ですね、どうしてもちょっと上がってしまいまして、ふっと下ろしていただいて、腰骨のグリグリですねがちょうど帯の真ん中からまあちょっと下になるぐらいまでしていただいて、で緩んでると思いますので、この羽持ってハの字にグッと引っ張ってあげる、緩んだらキュー、緩んだらキュー、で回した時に多分背中ぐちゃぐちゃになってると思います。なので男性の子の場合はここの浴衣をこっちの脇の方に持っていく感じで伸ばしていただけると、綺麗になりましたよ。綺麗になると思います。でもしここですね、ここが上がってる、ずれてると思ったらこことここを持って水平方向に引っ張っていただけると綺麗になります。これを下とか上にやるとちょっとおかしくなるんで、これで水平方向に引っ張ってあげて帯の上の浴衣と帯の下の浴衣を右手と左手で持って水平に引くっていうことですね。そうですね、その形で綺麗になります、これで完成です。綺麗にできましたね。山下さん、ちょっと後ろ見せてください。はい、こんな感じです。これが肩バサミの完成です。でこちらの特徴なんですけれども、ちょっと先ほど、お伝えした通り、どうしても男性ここでしか結んでないので、どうしても緩んできます。緩んだなと思ったら2本の羽を持ってハの字にキュッと締めてもらえれば締まります。常に快適な状態でいることができますので、緩んだらキュッ覚えておいてください。先ほど3点注意点があるとお伝えさせていただいたんですけど、3番目、男性の角帯は前下がり後ろ上がりという形が理想です。ちょっと横になりますね。お腹を下から支える感じで、結び目が腰を支えている、前下がり後ろ上がりが一番安定しますし、見た目もいいので。結構帯結び上の方で締めてらっしゃる方いるんですけど、ちょっとすると子供っぽくなるので、このいつも骨盤のグリグリですね、こちらが帯の真ん中にあることを意識して、上がったなと思ったらもう下げる、締めるをしていただければいいかなと思います。今回、結ぶ時に腰紐を使って結んでるんですけれども、この腰紐っていうのは結んでてもいいですし、ほどいてもいいです。ただ、結んでる時に、今回こういう感じでですね、男性の帯上がったり下がったりするので、腰紐が出てる場合もありますので、慣れてきたらもう腰紐を上から抜いちゃってですね、こういう感じで外してもらってもう全然大丈夫ですので、慣れないうちは、ちょっと鏡でチェックして腰紐が収まっているかどうか確認して、慣れてきたら腰紐を外すっていう形でもいいんじゃないかなと思います。ということで今回は男性の帯結び肩バサミのご紹介をさせていただきました。夏にしか着ないという方でもですね、ネクタイと同じです、何回も何回もやっていれば翌年すっと思い出せるので、この夏はたくさん結んできてください。今回もご視聴ありがとうございました、いいねと思っていただけた方、高評価ボタンやチャンネル登録をよろしくお願いいたします。以上、スタッフ山下とスタッフ磯野でした。バイバーイ。